今日はいただき物でありかなり年季が入ってサビがついているダッチオーブンをですねシーズニングをして、使える状態に復活させたいなと思います。はい、たくさん体気をしたりとか火にかけたりサビも落として美味しく調理ができる状態まで仕上げていきたいと思います。はい、我流ではありましたけれども大方シーズニングが完了したと思います。これで実際に美味しく料理を食べることができるのか今日の夜早速試してみたいと思います。
はい、ダッチオーブンで調理をしました。豚肉とパスタと玉ねぎを、皮がね栄養価高いっつうんで皮ごと入れてみたんですけどね、どうでしょう。じゃあまずはパスタ食べてみましょうか。トマトパスタ、うん、水の分量適当だったけど本当美味しく出来上がってますね。玉ねぎ丸ごと入れたんですけどね、うん、もうちょっと煮込んだらねトロトロだったんでしょうけど、でも美味しい。うん、ちゃんとあの下準備をした甲斐がありました。美味しく、ダッチオーブンで初めての料理成功です。何かで見たんですよ、このね外の皮絶対捨てるでしょ。私も食べたことないんですよ。これを食べようと、ダッチオーブンのパワーに任せて勢いに乗って、じゃあ食べてみましょう。うん、まずね噛み切れないですね。噛み切れないけど、意外とまあそのトマトソースがねしっかりと味があるんで、うん、まあまずくはないですね。ただ噛み切るのにかなり苦戦するという、まあそんな感じです。